なたの心にイルハート。はい、というわけでね、コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートです。なんと今回はね、日本ファルコムさんの大好評ゲーム E8 の実況プレイをしてみようと思います。わーい。あのね、流星のバルニールかける奇跡シリーズのコラボの件を聞いてね、イルハート勝手にファルコムさんのところに行って実現させてきました。夢のゲーム実況。イルハートね、本当に前から興味あったからね、すごい嬉しいです。楽しみ。そうそう、日本ファルコムさんは1981年にね、創業して今までのゲーム業界をずっと盛り上げてきてくれた縁の下の力持ちってやつなんですよ。もう本当にね、いろんなすごいクリエイターさんとかもね、輩出してる、すっごい会社なんですよ。イルハートもね、アニメのファルコム学園、大好きで、毎週見てました。え？コンパイルハートって知るってない感じ？100年前とかですか？日本ファルコムさんは、ミーキーしてる気がする？そんなことないですよ。もう決してやましいこと考えてませんよ。まあ、とにかくね、今回はこの大好きな日本ファルコムさんの E8 実況プレイやっていこうと思います。大好きファルコム。はい、それではね、 E8 実況プレイやっていきたいと思います。じゃん。すごいゲームの難易度がある。ナイトメア。超高難度モード。竜人とさえ感じるほど難しいバランスです。その上があるってこと？あ、すごい。ナイトメアを超え、極悪難易度です。以下の補正が入ります。敵が速くなるとかね、やだ。でもね、初心者なんで、イージーかな。アクションゲームが本当に苦手な人なので、イルハート、はい、気軽に安心してプレイしていきたいと思います。お、我々は神の道具ではない、生きている意志のある素材なのだ。ちょっと読むのが忘れてた。そんな時、君はどう振る舞うだろうか。極限に身を置いて、なお、意志と誇りを抱き続ける姿は美しい。私はそのような存在になりたいと願ったし、数十年経った今となっても、彼女を尊敬してるんでしょう。はい。ちょっと難しいことをね、言ってますけれどもね。お。あ、すごいなんか音がいい感じ。ピアじゃないか。チュンチュンか。見た。あ、あれか。あれだよ。カモメ。うん、グリーク地方南東ゲーテ海っていうかな。よ。アドル、お前さんも休憩中か？アドルはバルバロス船長のところ、仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ。船長室は甲板の後方にある。よろしく頼んだよ。あー、これはね、覚えられないので丸を駆使していきましょうか。あれ、これあやこさっきの人じゃないよね。こんにちは。おー、強そう、この人も。
ネックレスがおしゃれだね。なんかあれだよね、多分さ、船のさ、ガラ、なんだっけ、カジみたいなやつだよね、きっとね。男らしいなぁ。甲板の後ろってどっちだろう。あ、ちびっこいる。緑のいい少年ね、なんか高そうなさ、チェーンみたいにつけてますね。あらあら、緑のいい少年。え、こっちかな。お、ここかな。あ、違うんだ。お客さんのとこ。わは、進路、北北東。あ、ようそろ。北北東、ようそろ。これどこだろう。こっち、こっちかな。え、この人じゃないよね。少年じゃない。あ、かわいい。どこ反対側かな。あ、ここかな。ならばセイレントを知っているか。無数の島と複雑な海岸線によって難所としても、だが最も恐れられているのは、近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島。この船は乗客を迎え入れるごとに、アドルにはこの歓迎会の、パーティーで騒ぐ大人ってバカっぽいよな。あおませさんだな。よし、さてと。あれ待って、これさ、さっきいなかった、飲み物飲んじゃダメだよみたいな。あ、違う人、双子とかかな。これと反対側ってことかな。こっち？こっちか。ん？あれ？あれ？違いましたー。これかな？これいけるな、なんか。お！ああ。この一方ちょっと。はあ。お客様はね、神様ですからね。はい。どこ行ったらいいんだろうな。ここかな。ここなんかさ、大きいマークが。あ、そんな。はあ、かわいい。そう、私子供扱いして、何の話だ。なんか、あれかな、昔の何かに会ってしまったのかな。すごい、ベッドベッド。ダメか。あ、すいません。あ、シスターいた。え、こんにちは。なんて読むのこれ。星国教会に住んでるのが何ぶり。あ、そっか、子供たちもね。ねえ、早く会えるといいですね。かわいいね、シスター。ベッド登ろうとしてごめんね。よ、お、お、なんかさ、左の方でバンバンって音がするの。黒ずくめの男、いない？おー、いたいた。怪しくない？なんだ、あれに何か怪しい格好してるな。あ、否定しないんだ。すいません。それはそうだよね。はい、すいません。よいしょ。
なんかあれだね、黄色いやつに赤いさ、びっくりマークのところに、うん、水色なんだっけ、水色。これ水色？ねえ、頑張りましょうね。あ、すごいすごい、なんかさ、黄色、自分の歩いたところにさ、黄色い点々が出る。店長！そっか、でもさ、船で数日とかかかるんだよね。船用意したらどうするんだろう。見えたぞ。今さ、何しろって言われてたっけ、見回りだっけ。見回りだよね。そうだよね、確か。あ、そうだよね。あ、あ、強そう。待っててくれよ、愛しのクレテポー。クレテポーっていうところだいぶ風が出てきたぞ。進路確認、あー、こう絞れ。あー、いい値段か。海って感じ、海って感じだけど、どうするんだっけ。戻ってきちゃった。どこか戻ろう。さ、この先のさ、なんだっけ、この黄色いひし形のびっくりマークのところにね、行きたいんだけど。あ、これだこれだ。よしよし。あ、あ、待って、美味しそう。これでしょ、あの、手伸ばしたらペシーンってされるやつでしょ。あ、ロギー、あ、さっきの厨房か、ここ。うん、噂だな。この人がね、お、みんな怪しく見えるな。そうだね、あの、よく言えば個性的だよね。うん、あれ、船長さっき会ったけど、 あれだよ、あの、セイレントだよね、通過するとき教えてくれるみたいな。しかもね、船長どこに行ったっけ。こっちだった気がする。だった気が。あ、当てる当てる当てる。でしょー、待って、まだ通らないで。ここかな、あれ、こっちか。船長、いや、大した用事だよ。ありがとう。お、もしかして押してた。近づいて大丈夫なのかな。なんか、近く通ると沈むみたいな。おおほほほー。でもね、コントローラーがブブブブって、しました。びっくりした。何事だ。わ、わかりませんが。ほら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 、絶対さ、あれでしょ、近く通ってるから。すぐに確認を取れ。ああ、さ、島から距離を取っているはずだが、ほら、まさかな。見ようとかするからだよ、きっと。ああ、なんだあれは。なんだろう、島からなんか見えるんだ。お、え、音楽がなんか、やだ。あれでしょ、なんか、クラーケンみたいなの出てくるんだけど。クラーケンが、うおぉ！このままでは
ヘビ。ミニヘビ。そんなわけないか。あ、危ない、危ない。あのコントローラーに振動を与えてくる系怖いからやめようよ。正体不明の触手。この人素手でと素手で倒せそうって思ったけど、わあかっこいい。石オスブレード。やばい、触手の内側やばかったの見た？ん？丸で攻撃。三角でターゲットロック。これかな。おっおっおっ、うわっ。あ、そっか、攻撃してくるんだね。おっ、え、攻撃してこなくない？あー、避けた避けた避けた。やる。調子に乗りました。でもさ、そこまで行っちゃったらさ、待って、そこまで行ったら攻撃できないんだけど。待って待って、ほら、わっ、 あ、もうこれ避けて一発ずつみたいな話。うわ、そんなことない。うわー、やめて。うわ、頑張って頑張って、ジャンプ。うわ、待って待って待って、いけるじゃん、いけるじゃん。怖い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 。うわっ、あ、もうちょっともうちょっと。ジャンプ攻撃とかあるのね、うん、さあさあ、どこからでも来るがよい。うっ、来る。ああ、手がうるさい。あとちょっと、あとちょっと。あ、勝った。やるではないか。いつの間にか雨が降って、おお、なんか偉そうなやつ。なんかいいよ。お疲れさん。それにしても巨大なイカか何かの足の。って、おいおい、やだやだ、もうそういうさ、フラグ的なやつはやめようね。ああ、怒って、絶対これおこのやつだよ。うわー、またブーバクした。やめて、待って、いっぱいいるいっぱいいる。さっきの穏やかな海と BGM はどこへ行ったの？これさ、またあれでしょ？ヒルハートが全部やるやつでしょ？ほら、シスター祈っちゃってんじゃん。子供たちに会わなきゃ。滑ってる滑ってる。おおおお、落ちたよね、今。あ、やばいやばいやばい。生意気な子供が。待って。ああ、やっぱ素手で行くんだね、この人ね。かっこいい。お、あ、あ、あ、え、これさ、落ちちゃった。うん。落ちたら死んじゃう的な。え？ああ、危ない危ない、もう誰もいないじゃん、船の上。頑張れ頑張れ頑張れ。ああ、第1部セイレントを。もうあのまま流されちゃう。カニー、こんにちは。
よかったよかった、生きてて。どうしようか。わ、どこだろう。あ、でもなんかすごい、のどかっぽい場所に。ねえ、カニもいるし。そうか、バラバラに。カニ!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 ごめんなさい。カニ!これか。うわぁ、バラバラ。はい。錆びた剣。やばいよ、これさ、うわぁ、ね、こんなところに剣が刺さってるなんておかしいと思ったんだよね。あっ、なんだなんだなんだ、あったやった。セット、これかな、これかな、うん、全部取れるのかな。よしよし、そうだよね。でも無事でよかったよ。なんか、なんかいる、なんかいる。さっきのやつか。うわ、ごめんね、ちょっと可愛いんだけどさ。青いやつは何だろう。あ、無駄、あ、切れない。こっちは操作機流れ。魚いるよ、魚。ふっ、ダメか。ダメだよな。すごい、なんか音楽がいいね、これも。ダメだよ。あ、今も取れないの。お、お、あ、取れた取れた。あ、開けないから、開けないから、見えないから。うん。うわ。あ、ちょっとーやめてよ。みんな、なんか物で攻撃してくるけどダメだよ。敵じゃないのかな。あ、でも、一回倒したら出てこないんだね。え、どっちだ、え、こっち、
てる。お、いけるのか、いけるのか。何かあるぞ。あっ、終わるところだ。あ、誰です。おーおーおー、物騒だ物騒だ。あっ、ね、あっ、これはかわいい。ってことは殴られてんじゃないの今。ハチーンやったけど。まったく、男の方っていやらしくて大雑把で、おまけに押し付けが悪くて。いや、これはさ、私悪くないでしょう。ねえ、わざとじゃん、ほら後ろ向いちゃってんじゃんよくさ、流れ着いたのにバスタオル持ってたの楽勝。まずはお互いな。私の名前は楽者、乗っていた船が沈んでしまい、この子さ、あれだよね、さっきのアニメチックの時にさ、その装い、すごい剣持ってた子。え、冒険家です。臨時の、あ、でもどうなんだろう、あの船の人の洋服着てるからな。臨時、アトルクリステル臨。いや、ほんと私は今回の事故で、いや、私もです。ごめんなさい。ねえ、え、どっちだろうな、こっちかな。こういうの見てたかもしれない。アドルと言いましたね。それでは、その巨大な触手が、いたじゃん、私たちあったじゃん、触手。そのような突飛な話、何してたのよ。バカにするつもり。ご飯食べて誰だろう。昨日
せいでしょ。もうすごい冴えない顔してるじゃん。なんうわなんか新しい豚タスコウモリタスナメクジタスクラゲみたいなやつ。任せてくれ。逃げるならガルマンジュは女性と落車フォンロズイ。さっき私に一発で剣取られたくせに。はい。コウモリとはやっ。行くぜ。私が落としてみせます。おっ、あっ、おっ、おっ、こう出した、こう出した。おーい、おーい、おーい、クラゲ。うわー、気持ち悪いぐらいの。あ、勝った、勝った。女の子操作できるんだよね、いいね。これはさ、でもあれでしょ、後半になるにつれて意外とやりじゃないみたいなさほらほらほら、別にあんたのためじゃないんだからねみたいなやつになるやつでしょ。もう可愛いんだから。ああ間違えた、間違えてないけど立ち直しちゃった。ほら、勘違いしないでよねっていうタイプの人だよね、きっとね。はい。いや、ラクシャーちゃんがね出れてくれるのがとっても楽しみでございます。あ、あ、あ、動かせるようになってる。やったー。なんかそこでさっきお風呂入ってたもんね。よくこんなさ、なんか丸見えなところでお風呂入ろうと思ったよね。だろうなー。すだ、あら、外れちゃった。あ、テロフィッシュ探そう的なやつかな。わかんな。おー、なんかすごい巨大なフィッシュ。あれか、回復ポイントみたいなやつだね。はいはい。あにお肉って衛生的にオッケーなの。すごいな。ここはあれだね、敵が、敵モンスターみたいなのがいないのかな。ね、そろそろね、みんな気づいてきてるかもしれないんだけど地図が読めない。ここはどこ、ここは、あっ、すいません、いなかったじゃん。なんで人がいないってわかるの。いるかもしれない。こっちか、こっちだ、こっちだ。これかな。え、待って、あー、落ちないんだ、これは。え、人なんならさ、あの、ラクシャちゃんもさ、いないよ。川が流れている。
行ったり来たりしてるようなとこ、あー、ここ通ったよね、さっき。あ、こっちで行けんじゃない。あ、登ったっけ、あれ、さっき登ったっけ。ここ通ってなくない、さっき。見渡す限り海ですね。あれだよ、人を探すのここは一滴攻めて、近くに人ざ…はぁ、なんかさ、船も通らなさそう。綺麗な景色だ。なんでそののんきなんだよ。ねえ、他の人たち。はい。でもね、あなたと別れると、私、あなたを探すのにも、一苦労なんです。迷子にはなるけど。人影。追いかけてみよう。お、これこっち行けるの？あ、行ける。行ける。いいね、なんか無人島って感じ。すごい、ついてくる、かわいい。ありがっこしよう、ありがっこ。すいません。じゃあ、こっちかな。こっちっぽいな。そんなこともないな。あれ、でもさ、こっから入ってきたんだよね。あれ、なんかね、ちょっと私は一人でも戦ってみせますわみたいな言い方しながらさ、こういうとこ来てね、やっぱ怖いでね。クラゲナメクジ。なんかさ、味方によっては綺麗だよね、裏側以外。安心する。お、さっきからレベルアップしてる。濁ったね。あ、なんか来た。あ、面白そう。なんか海賊の隠れ場みたいな。なんかすごい、何年か前に人がいましたみたいな。この辺にさ、白骨死体がどうのとかあるんじゃないですか。あ、ミルク回復。え、中身入ってたとしても、あ、そこの大きい樽って何入れてるんですか。おにぎ。なんかね、海賊系だったらワインみたいな入ってる。おや、何かあるぞ。うわ、すごいすごい。なんて言うんだっけこれ、海賊機みたいなやつ。海賊機かどうか知らないけど。洞窟の中にさ、こんな
旗みたいな。おお、鼻切れちゃった。すごいさ、錆びたボロボロのやつ使ってるもんね。よかったよかった。あれか、あの、この辺でさ、あ、これ、これだ、これだ。レザーアーマー、防具。あ、できたできた。よし。あ？え？あ、あ、あ、わかったわかったわかった。待って、わかってない、嘘。あ、わかった。はい。これでなんかついてるかな。はい、なんでしょう。敵を浮かせて攻撃する。ジャンプ攻撃。ちょっと嫌なやつだな。早速試してみるよ。ありがとう、役者。はい、なんでしょう。あ、あった、あった、さっき鼻。感謝のサイ、かわいい。もう出れるのが楽しみで仕方ないですね。うわっ、あ、これあれか、あれだ。うわっ、あ、こういうのをこう集めていけばいいのかな。おっ、ほんとにこれさ、裏側が気持ちいい。あれ、あれみたいだよね。ウミウシ。多いんだけど、ちょっとさ。やだやだやだ。戦いの中で成長していくを地でやっていくタイプなんですね。なんかあれ、木の実的な。やばい、めっちゃ粘液落ちてる。あんま嬉しくない。おお、広いな洞窟の中。あ、これさ、さっき言ったじゃん。ほらー、やっぱあるって。こういうさ、発掘したい。すごいすごい、なんかキラキラしてる。あー、邪魔邪魔邪魔。無制約。あ、待って、崩れちゃった、ごめんなさい。女性の薬持ってるんだったら使えばいいのに。何だって感じだね。一息つけそうだな。あ、ご覧になりましたか。そうだよね、そうだよね。ひぃひぃひぃ、やべえやついるじゃん。うわぁ、なんだろうこれ、コウモリの進化系みたいな。っぽいよね、なんか、あの、手のさ、手前足のさ、エラ、エラじゃなくてさ、ヒレじゃなくてさ、なんだっけ、ヒレだっけ
羽かコウモリだったら。まあいいや。待って女の子の落車より役に立ってない説あるよ。あ、いけるいけるいける。ごめんなさい。ごめんなさい。重さで攻撃食らわせてもずるくない？ちょっとずるくない？コウモリの中に埋まってるよ。よーし。はあ、びっくりした。かわいい。広いって感じだよね。さっきここにさ、こう人が出てってるのとかね。あの最初に言ってさ、こう素手でパンチで撃退する系の彼がね、いてほしいんだけど、心強くない？気を落とさないで。別。うん？なんかさ、船長側から見るとさ、なんかすごいラブを語り合ってる人たちみたいに見える。もしかしてアドルか？驚いたぞ。誰かいないかと探していたのだが。アドル、こちらの方は？え、でもさ、この子なんかすごいさ、船の人に怒ってたよね。しっかりしなさいよ、みたいなさ。ほら、めちゃてて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 。順調偉いね。無人島っぽい。ああ、あれじゃん、上陸したらさ、帰ってきた人がいないみたいなところでしょ？話しちゃダメじゃない？怖いよ。やはりそうでしたか。押しつけられてしまいましたね。誰が住んでたのかな。でも人のさ、あ、船もあったしさ、他にもいるのかな。でもなんか船長を入れるとちょっと心強いよね。はい、なんでしょう。かわいい、これさ、ピコーンってやつかわいいやで。ね、あんまり歩いてなかったけど。心配ですね。すぐに出発します。はい。はい、なんでしょう。地図はさ、待って、苦手なんですよ。もうね、読むことですら困難なのにね、作るとか言われてもなぜですか。歩くことすら難しいのに。そんな、10年かかって無理よ。なるほど。こちら
な。なんかどっかさ、いいとこのお嬢様みたいなやつなのかな。ね、使用人とか言ってるしね。どっかのさ、国のお姫様とかさ、お嬢様みたいな水の子なのかもしれないね。かわいいし。なぜあんな強引に。アドル・クリスティン、私の質、あなたは一体何者なのですか。私は剣の腕が立つことも冒険家です。冒険家とは何です。冒険なんてものはそれを最もな役割のように、さっきちょっと心開いてくれたじゃん。私があなたに同行するのは、ミサダ、あなたが私の大嫌いな人間に似ているからです。そんなこと言われてもね。誰のこと？質問は認めません。すいません。すいません。おまけに私のあのような姿まで。まあね、あんなね、見えるところにおられないっていうのが悪いんですよ。ありがとうございます。さあ、グズグズ。はい、ということでね、じゃあ今回はこの辺までにしようかなと思うんですけれども、いやね、かわいいね。話しかけられないんだけど嫌われてんのかな。おい船長もうやめます。待って休んじゃいました。閉めます。あれ、なんか閉めなくていいですか。ここまでにします。すいません。はいはい、じゃあね、今回はね、ここまでにしようと思いますけれどもね、こう次回またいろんな人とかね、見つけられたらいいなと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。何ですか？え？いやいや、この方は何でもないですよ。ま、とにかく何ですか？え？リルハートがもし VTuber じゃなかったら何をやっていたかですか？でもまあ、何ですかね。強いて言えば、保育士ですかね。リルハート、ガキ好きなんですよ。いやーねー、やっぱ、こうクソガキほど可愛いみたいなとこ。あります。あるんですよ。なんかね、こう、何？ほら、ほら、みんな、座るのよーってやってる声で、おい、ババア！うんこ、うんこみたいなやつ、いるじゃないですか。もうね、そういうやつほど可愛いみたいなところがね、あるんですよ。俺の名前は絶対に守ってみせる。あの人みたいに世界そのものを人質に取るよね。長い。とても長い旅でした。英雄伝説、千の奇跡、ファルコン。